平成22年8月2日月曜日、菅総理は衆議院予算委員会に出席しました。国民の生活が第一という基本的な考え方、また参議院で国民の皆さんに訴えました元気な日本を復活させるという、この2つの考え方を柱に予算編成に当たりたいと思っております。その後、総理大臣官邸でアフリカ連合のジャンピン委員長による表敬を受けました。3日火曜日、昨日に引き続き衆議院予算委員会に出席しました。4日水曜日、参議院予算委員会に出席しました。その後、菅総理は総理大臣官邸で国際連合のパン・ギムン事務総長による表敬を受けました。 ODA の問題、そういった多くの課題について日本の国連ないしはそういった国々への支援について事務総長から感謝の意を表していただきましたと同時に、これからもそうした支援を日本としては続けていただきたいという希望もいただきました。私の方からも、財政的に厳しい中ではありますけれども、日本の今日の繁栄はそうした世界の安定の中でもたらせたものという考えられますので、できるだけの協力はこれからもしていきたい。5日木曜日、昨日に引き続き参議院予算委員会に出席しました。その後、菅総理は総理大臣官邸で沖縄豆記者団と函館豆記者団による表敬を受けました。皆さんがいろんな地域を見られて、それをペンで書いて、沖縄の仲間、函館の仲間に伝えていこうと、大変素晴らしい活動だと思います。暑い夏に負けないで、皆さんがこれからも豆記者として頑張っていただき、また大いに遊び、大いに学んで、そして素晴らしい青年としてこれからの人生を送っていただくよう心から期待をいたしまして、総理大臣としての皆さんへの歓迎の挨拶ということにさせていただきます。6日金曜日、広島県広島市の平和記念公園で開催された広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式に参列しました。核兵器の惨禍を人類は二度と繰り返してはなりません。唯一の戦争被爆国である我が国は、核兵器のない世界の実現に向けて先頭に立って行動する道義的責任を有していると確信をいたします。私はさまざまな機会を捉え、核兵器保有国をはじめとする各国首脳に核軍縮不拡散の重要性を訴えてまいります。式典後、長妻厚生労働大臣とともに広島市内のホテルにおいて被爆者7団体の代表者らとの会合、被爆者代表から要望を聞く会に出席し、続いて記者会見に臨みました。その後、広島原爆擁護ホーム矢野折鶴園を慰問しました。